い、お疲れ様です。本日もですね、農機具の買取販売の U プロジェクト様のご協力のもとでの撮影となっております。はい、はい、今回はね、まあ、ちょっとね、後ろに見えるかと思うんですが、小型の、トラクター、こちらのね、積み込み動画となっております。それでも以前の先輩やりませんでした？そうなんです、以前ね、トラクターのね、積み込みやったんですけれども、今回はね、これをですね、駆動車動かないと仮定してユニックでクレーンで釣っていこうっていう企画なんですね。本来はね、これでまだ動きます動くんですけれども、あえてそこはね、自走で積まずにクレーンで釣ってみようということでね、やっていこうと思います。はい、今回ね、積み込みするのはこちらの、機械になります。ヤンマーさん、マーさんのエコトラって書いてますね。 AF324 でね、後ろにはね、こういった感じでね、作業機がついておりますね。今はね、こちら作業機上げた状態になってるんですけれども、これがね、走行中にね、下がってきちゃいけませんので、下がらないようにバルブを閉めるとこがあるんですよね。これオープンクローズってありますので、これをね、クローズの方にね、止まるまで閉めといてくださいね。はい、機体がね、動いちゃいけませんので、必ずね、パーキングブレーキがね、かかってる状態にしてください。踏んだ状態でこのロックっていうのがありますね。これをロックの方にね、しといてください。今ブレーキがね、左右別々でいける感じになってたんで、これをね、連結して両方のブレーキがロックしている状態にしました。あとですね、それからね、こちら積み込んでいくんですけれども、一応ね、機体の状態をね、その前の状態をね、一応確認しといてください。積み込み時にとか、運搬時についた傷なのか、それとも、元からついてた傷なのかっていうのをね、後からね、確認できるようにね、で、もしね、ちょっとこれはっていうのがあれば、写真を撮るようにね、してください。車の停車位置なんですが、こうやって開けた場所であれば、必ずね、一番力が出るところ、こういったね、アウトリガーの、まあ、少し後ろの横側ですね、荷台のすぐ横、できるだけね、定格荷重が取れるベストポジションで、止めるようにしてください。こういう状態になってますので、こちらで調整してきますね。それではスリングをね、かけていくんですけれども、玉掛けする場所ですが、今回は3点釣りという形でね、やっていきたいと思います。まずは、こちらの車輪の、ここの隙間、この辺りにね、スリングを通していきたいと思います。そうですね、この外からやっちゃうと、これを締めて破損してしまいますので、この間ですね、シャフトの部分ですね、はい、で、ここでね、絞っていきます。こういった形ですね、もう一緒ですね、この間を、はい、こういった感じですね。ね、玉掛けしやすいようにね、座席の方に持っていっておきます。ここをね、下からぐるっと回す、それをしてしまうと、玉掛けして地切りした時にですね、これがギュッと締まってしまって、ボディがへこませることになってしまいますので、なので左右1本ずつで釣り上げるという形にしました。スリングを、後ろ側にね、かけていきます。ちょうどこの辺りにね、ベルトがね、来るようにね、していきたいと思います。ではこれで、ちょっと玉掛けをね、していきたいと思います。クレーンのフックをこういうその、ね、真ん中のあたりに持ってきました。バランスの中心っていうのはどこかわからないんですけれども、利用しながらね、調整していこうと思います。かけていきます。あとね、はい、玉掛けをした場所が動いていないかどうか、再度確認しながら、ちゃんといい位置にあるかどうかを確認しながらやっていきます。ラッシングがね、こう巻きついていないかとかいうのもね、確認しといてください。後ろのスリングはフリーなので、ここにね、かかるようにね、巻いていきます。帯が来るようにね、確認してやっておいてください。ここで一つ問題が発生しました。この後ろ側のスリングはね、ちょっとまあテンションかかった状態になっております。この前側にかけたスリング、これはまあ全然テンションかかってない、こんなゆるゆるなんですよね。はい、でここでね、2メートルの、スリングを用意しました。これをね、
この後ろの 6m に延長して使っていきたいと思います。耐荷重がしっかりクリアしているスリングをね使ってくださいね。そうですね、こういった感じでね 6m のアイの部分を通してこれね 1m 延長という形でね、前もね、ここにね若干この帯が当たるんですね。ですので、ここにねマットなんかねこう挟んでおけば丁寧な、積み込みができると思います。はい、ワイヤーが真下にいないんで一気に上げるんではなくてゆっくりね少しあの地面をあの擦らせるような感じでね地切りをしていきたいと思います。はい、若干後ろ下がりにはなってるんですがこれぐらいだと許容範囲の、定格荷重が 1.84 に対して、荷物の重さが 1.48 と。はい、ではね荷台の高さまで上げていきたいと思います。はい、そしてですねだいたいね荷台の中央まで来たらゆっくりとね着地させていきたいと思います。はい、こういった感じでね、ゆっくりと着地したら あとね玉掛けを外して小バックしていきたいと思います。ね、忘れずに。つけたのところがね、ちょっと擦れてね傷がつかないように、ここにねこういった感じでかけて、ここのねホイールのこういったところでねスリング切れやすいんでスリングが干渉してないようにね、はい、あとこういったねレバーブロック直接かけるとね、まあ、金属と金属で擦れるんで、こういったマットをね中に挟むことで、保護にもなると思いますので、これはね左右にね引っ張っていきますよ。そういうことでね前後にね、小バックが効いてきますのでマットを使って。ということで、いかがだったでしょうか。あとね、まあ、気をつけるところとしてはやっぱりねバランスなのでその釣り具のね長さをしっかり調整してね、あんまり斜めすぎるとねそのままね荷崩れ起こしますのでね、今日もね、U プロジェクト様のねご協力でやらせていただきました。どうもありがとうございました。はい、弊社ではねこういった農機具浮動車なんかもね運ぶことができますので、これどうなのっていうのがありましたらねうちのフロントまでね、お気軽に、ご連絡いただければと思います。はい、ということでグッドボタンねチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターもねやってますのでフォローね、よろしくお願いしますね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ジンコ産業では今後も新人ドライバーのための研修動画を作成していきます。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。